特殊詐欺の被害から高齢者を守ろうと、兵庫県警は三井住友信託銀行に顧客への注意喚起を行うよう協力を依頼しました。特殊詐欺被害を未然に防ごうと連携したのは、兵庫県警と県内の三井住友信託銀行全8支店です。県警によりますと、去年1年間に県内で確認された特殊詐欺の被害件数は1200件以上と過去最多で、被害者のうちおよそ8割が高齢者だということです。これを受け、県警は多額の資産を扱っている三井住友信託銀行に顧客への声かけやポスターの掲示など協力を依頼しました。こういった犯罪って根本からですね、財産を毀損してしまうものですから、一人でも多くのお客様をですね、守りしていきたいというふうに考えております。今後、銀行の顧客向けに県警による講習会も開かれるということです。